さて今日も恒例の30分ツイキャス弾き語りライブ。今日はなんか暖かいを通り越して暑いくらいの日だったな。半袖がちょうどいい ここのこう数日ずっとこの服装でやってるけど、今日が一番これが合ってそうな感じで、なんだっけな、そうそう、昨日は これ撮ってるのは iPad Pro なんだけど、この横に置いてあるのは旧世代の iPad、 まだかろうじて使えてるくらいのレベルで、そこにまあ、自作の歌詞を書き出してそれを見ながら歌ってるわけだけど、新型で、録画してるわけだけど、旧式の歌詞を見ながら新式の iPad で、ライブしながら録画するっていうパターンやってるんだけど、その昨日は用意してある、詩がちょうど使い切っちゃったので歌うがないなみたいな、まあうろ覚えで歌うとまた途中で歌詞忘れちゃうんで、やっぱり書き出しておこうと思って今日もいくつか書き出して、そしてテキストでまあ紙に書くってすごく俺めんどくさいんで、もうほとんどパソコンとかタブレット iPad でテキストで文字を書き出すんだけど、そのテキスト打つのもめんどくさいな。で今日は今日あたりはそのマイクボタンを押して喋ってやるとスムーズにこう歌詞はどんどんいけるんで、これ便利だなと。これなら全部口頭で、作詞そのものも口頭でしちゃおうかなみたいな、頭で考えて文字で打つんじゃなくてペラペラ喋ってるこれをそのままテキスト化できれば、そうやって作詞するとすごく楽だな、口述筆記みたいな感じで、このあれでサクサク能率よく歌詞カードをどんどん自分で作ってたくさん歌えるなと今日そういう発見したので、まず今日は優しいおじいさんって歌から歌います。とっても優しいおじいさん、いつもニコニコ笑ってる、日の当たる縁側で遠くを見てる、おじいさんあなたはいつからおじいさんだったの、いつからそんな優しくなれたの、きっといろんなことがあったのでしょう、今度僕にも聞かせてよ、おじいさんおじいさん、僕もあなたのようなおじいさんになりたいな。優しいおじいさん、まあ平和な歌なんだけど大嘘書いててもう俺もこの歌詞に書かれてるようなおじいさんに俺自身がなってるんだけど、こんな優しいおじいさんなんて世間にそうそういないというのがまあ俺の勝手な持論なんだけど、で年取るとまあ若者から見ると年取ってるのは悟りきっていて優しいという、まあそれが理想的なおじいさんおばあさんは優しいものみたいな、そうあってほしいみたいな、それは多分幻想で、人は年取るとどんどん頑固に意固地になってきて悪いところが強化されてって、角が取れて丸くなって若者にも応用に構えて優しくみたいな、そうありたいというのが下から見上げる理想であって、実際年取ってみると俺そんな風になってねえなと
まあ人間だから、角が取れる部分もあるんだけど、頑固な部分はどんどん頑固になって自分を語るし、なんかね、若い時はこうだったああだったんで自慢たれたれするし、要するにまあ老害ってやつか。たけしなんか見てると本当老害で大嫌いだもん。若い時の2ビートの頃の早口で、あの頃のビートたけしはすごく好きだったけど、今のたけし俺もう見るのもうんざりで、何この老害クソじじいと思うものね。そういう風に感じで、優しいおじいさんなんていうのは若者の幻想だと俺は思ってるんで、ただ歌の世界であんまりじじいじじいって言うのは嫌だから、こういう優しいおじいさんみたいな歌を作って、まあ理想のあれで、また一つの歌でこんなに長話して、歌の時間より喋ってる時間の方が長いじゃないか。次は4箱取れるかな。これも初期の頃に、昔よくパチンコやってた時に、まあ今のパチンコと全然仕組みが違くて、すごく、原始的な時代のパチンコだったんだけど、今のパチンコはどういう仕組みになってるのかさっぱりわからない。すごいギャンブル性、ちょっと待って、今切れました、繋がってますか、ちょっと待ってね、仕掛けてたタイマーが鳴ったんで、虫眼鏡で、あ、うん、まだ続いてるっぽいですね、よかったよかった、タイマーが鳴ったので切って画面消しちゃったら切れちゃったかな、まだ続いてそうなので続けてやります。そうそう、4箱取れるかなって歌を、昔のあのすごいアナログっぽいパチンコやってた一時期、毎日毎日パチンコやってた時代があるので、今日も夢中でパチンコしてる僕、3箱までは取れたけど、これから先がちょっと大変、3箱4箱を行ったり来たり、今日は果たして4箱取れるかな、4箱取れるかなという歌でした。次はアマチュアシンガーアマチュマリ、チュ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 、私は私はあまりこれもね、歌が完成されてない、その場の勢いで毎回歌うたびに違っちゃう、私はアマチュアシンガー、うん、今日も多分危ないな、チュ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 、私はアマチュアシンガーアマチュマリー、私は歌を作るのが好き、自分で作って自分で歌う、歌を作るのが大好き、けれど悲しいことに、所詮アマチュアだからろくな歌が作れない、でもねでもね、少しは自分でも気に入ってるんだよもういい加減だよ、チュ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 、私はアマチュアシンガーアマチュマリー、アマチュアシンガーアマチュマリー、この歌自身がもう、この歌自体がアマチュアのゴミだよじゃちょっとじゃあまともな歌を歌うかな。
青春フォーエバーかっこかいという歌。これなんでかいかっていうと、青春フォーエバーっていうタイトルの曲を、昔作って、それをね、全略元気ですか、それならばいいんだけど、昔の友人に宛てた手紙みたいな形式で、まあ、始まって、で最後の方が、青春は今もここにあるよ、俺のここんとこ胸のど真ん中、青春フォーエバーという歌を、まあ、作ったんだけど、50代か60代か作ったんだけど、胸のど真ん中にまだ青春があるっていうのもこっぱずかしいとか、そんなことはないなと自分で作った歌をちょっと恥ずかしくなって、胸のど真ん中にまだ青春があるよというのは、言い過ぎだろうと思ったので、それをカッコカイとして、ど真ん中をやめて隅っこにしようと思って、また詩を新たに、まあ、アンサーソングっていうわけでもないんだが、そういうのを書いたわけですね。すごい長いね、途中でページをめくる。青春フォーエバーかっこかい。何年か前にこんな歌を作ったことがある。青春フォーエバー、恥ずかしい曲名さ、19か20歳の青臭い頃のこと、妙に懐かしく思い出してみた。一人が好きだよと孤独を気取って、その癖人が恋しくて、いつも誰かと会っていた。人の心の奥底を考えもしないで、言いたいことを言い合って、いつも傷つけ合っていた。深夜に起きていた、ラジオを聞いていた、フォークを歌ってた、漫画を描いていた、ナンパもしていた、引っ掛けと言っていた、恋もしていた、結局は振られてた。午後クラブで朝まで踊って、新宿の朝焼けの空に鳩が飛んでいた。風天もいたよ、過激派もアングラ劇場も、西口広場はフォークゲリラが歌ってた。ここでちょっとページをめくる。後半に、意味もなく旅をした、無駄に読書した、飲めないウイスキーも無理して飲んでいた。自分の未来のことなんて何にも見えなくて、それどころか明日の予定さえ立ってない。ジーパンも髪型も誰もが同じで、テクノが
流行るまで長い髪のままでいた。目の前の景色が変わってゆくだけで、自分の居場所を見失いかけていた。出会いと別れがあまりに激しくて、追い立てられるように落ち着ける場所を求めてた。人なんてそう簡単に変われるものでなし、それでも変わろうと必死でもがいてた。引っ越しをした、仕事を変えた、子供も生まれた。家庭を知った、酒をやめた、友達をなくした。あれから何十年流れて今がある。なのに未だにこんな歌を、なのに未だにこんな歌を歌ってる。青春ってなんだろう、人生ってなんだろう。そんな子供じみた答えなんて求めない。だけどなぜだろう、今の暮らしに何かが足りない気がして仕方ない。それはちょうど20歳の頃、明日が見えずに部屋の壁を見つめてた。あの頃と同じだ。青春は今もここにあるのかな、俺のここんとこ。胸の片隅に眠っているのかな。青春 forever、 青春 forever、 胸の片隅に青春 forever。という長い歌ですね途中で何箇所か間違えたけど、ちょっと今何分？19分、うん、こうやってね、ちっちゃい字、虫眼鏡ね、当てないと見えないんだよ、うん、そう、本当に青春フォーエバーだねフォーエバーじゃねえ、ワンスアポンな青春だね。虫眼鏡で見ないと、ハズキルーペでもないと、小さい文字が見えないっていう感じの、まあ、ジジイになっちゃったわけだけど、だからジジイが青春時代を思い出すと、19、20歳の頃を思い出すと、うん、今も心のど真ん中にあるよというのは口はばったいから、心の片隅に眠っているのかなというふうに、まあ、書き直したというか。でも結局、まあ、あの頃の多感な時代っていうのはいつまでも心に残ってるわけで、うん、とてもこの詩に書き出せない、もう思い出を全部この歌詞に書いていったら
今の5倍10倍ぐらい長い30分ぐらいの歌を多分作れる30分の歌を一気に歌おうとすると多分あちらこちらで間違いっぱなしで、今みたいに全部完璧に歌うなんてのはまあ絶対に不可能だし、でもいつかそう言って自分の全人生の思い出に残っていることを全部書き出してみたいみたいな、まあ自助伝ソングみたいなの作ってみたいなというような夢もあるね。なるべくなんかこの間ほら規制の曲で忘れられない音の中になんだっけあれ、エコダスケッチって歌、ああいう風になんか実名を出すとすごく生々しくって、まあ個人的な非常に限定的な思い出ソングで、エコダの駅とか、喫茶店の名前エコダ文化っていう、まあ、古い映画館とか、まあ、出てきた広瀬夏子とか浜田真嗣とかそういう名前は本当の個人名か少し変えてるのかもわからないけど、そういう生っぽい言葉を入れて、出来事を書き連ねるとすごくなんか、君とよくこの店に来たものさみたいな綺麗事の学生街の喫茶店じゃなくて、なんかねその頃の友人と彼女と行った喫茶店の名前、彼女の名前、まあ、少し書いて出して、ああいう癖があったこういう癖があったあんなことがあったみたいなことを生っぽく詩で書くと、とても個人ソングとして面白いものができるのかなと思って、これを作りながら思ってたけど、これも多分そのエコダスケッチの影響がないとは言えないね。ゴーゴークラブなんて昔言ってたんだよね、今ディスコって言ってるのかな、そう、俺が行った東京に来たのは、なんだっけな、70年安保前夜1969年頃か、その頃俺18歳で高校出てすぐ来たんだけど、1969年だからすごい世の中荒れていて、学生運動やなんかで、団塊の世代は俺より5つぐらいの上の世代で、北山治や吉田拓郎がちょうどその団塊の世代だと思うんだけど、俺はその5つぐらい下なんで、学生運動でもないし、なんかそういう人たち、自分の5つぐらい上のあんちゃんたちが下馬棒を持って機動隊と争ってたりするのを冷ややかに見ながら、何やってんだろうみたいな感じで、でもやっぱり世間はそういうなんか政治的な時代っていうか、ゴーゴークラブがあって、風天がいたんだよね、新宿の駅前、俺が住んでたのは新宿の柏木町っていう、今は違う地名になってんだけど、新宿駅西口を降りて出て、青梅街道をずっと一直線なだらかな坂道を下っていくところにある新宿のまあ外れのあたりに、一応新宿区の中にあるんだけど、新宿柏木っていうところの隅っこの方のアパートに、まあ、最初の住処を決めたんだけど、そこから新宿駅に行って池袋のバイト場所、編集部に行ってたりみたいなことをしていて、あとは水道橋の秋田書店に持ち込みしたりして、漫画描きながら風天画を見て、フォークゲリラを横目に思うよなんか歌ってたなそういうのをあんちゃんたちを見ながら家に帰ると、まだその頃はテレビなかったな、テレビよかったのはこの間歌ったカラーテレビあれで初めての原稿料でカラーテレビを買う、それまではテレビがなかったと思うんだな、ラジオばっかり聞いてたな、ラジオの深夜放送第一期ブームで、まあ語ってるとこういう思い出ソングについて補足を語ってると、それもやたら長くなっちゃうので、あと5分ぐらいあるのかな。次は、ホームにてという歌。素敵なあなたの横よ、素敵なあなたの横顔、じっと見ていたあの日の僕、言
葉にすると壊れそうで黙ったままで考えていた。二人でどこか遠くの街へ逃げてみようか。何もかも捨てて。出せないままホームで別れ、あなたは今幸せですか。ホームにいてという歌です。もうあんまり時間が長くないので、やるとしても短い歌かな。アマチュアシンガーアマチュアまでひどい歌だったな今めくりながら、あれはやめとくべきだったな。もう今悔やんでも仕方ない。28分ぐらいいってんのかな。じゃあ今日はここら辺でやめとこうかな。また明日分後で歌詞を書き出して、毎日5曲6曲くらいやって歌に関することを喋って、こういうことをもし元気でずっと続けられたら、80歳くらいまでやりたいね。これもし毎日1日30分ずつこれやって365日やったらすごいよね。365本1年で、10年やったら3000いくよね。すごいよね。もう歌歌って喋って、果たして人間って何歳くらいまでこういうことを元気でやり続けられるんだろう。80くらいまでやれたらいいな。俺あと1年で70の古希だから。昔のあれだよ、あの昔還暦なんていうとすごい年寄りのように思えてる、自分が還暦になってみるとまだ全然還暦若いじゃないと思って、もう俺古希だよ来年って。って言ったらあと10年でねえ、80なんていうか忘れちゃったけど、80までもしかしたらいけるんじゃないかと。ずっとあと10年これやっていたいな。ではまた、バイならと。どうもありがとうございました。